橋本工場橋本工場明治42年2月18日は、明治時代の医師。本性は源氏。家系は、生は源氏の一家系、河内源氏の流れを組む、足利氏の初流桃石師公営。陸軍軍医総監、陸軍省医務局長、東京大学医科大学教授、初代日本赤十字社病院院長、東宮配信御用などを歴任。14位、君さ参等。 死者、医学博士。兄に、越前藩士、橋本左内がいる。母書は、東京都文京区にある臨床院である。越前藩医の橋本家の四男に生まれる。父は長綱、母は梅尾。幼名は、浜五郎。安政二年、兄、橋本左内が藩位を辞して、越前藩御書院番に任せられたことにより、代々藩位を過食とした橋本家は、 末程の工場が継いだ。文久2年、工場は範囲筆頭の中来中安とその子清と共に長崎に留学。オランダの医師ポンペに指示して西欧医学を学ぶが、ポンペの帰国後は同人の弟子だった松本良順に乱医学を学んだ。後越前へ帰国して実家に置いて勉学を続けた。慶応元年、再び長崎に赴いてボードイン。 兄綱、ただし、中井清志、岩佐淳、山本京穂などともに勉学を重ねた。慶応3年、再び江戸に出府し医学の研究を続けた。維新後の明治3年に、軍事病院へ出資し、越前半検術師範のワニブチサブロベイの女、ミサコと結婚。明治5年、松本の推薦によりドイツ留学を命ぜられた。アメリカ横断の際には、 大倉木八郎一行と一緒で、学士の乏しい工場は、尻切れズボンから、下着が覗くのを見兼ねた大倉からズボンを借り、与えられている。工場は、ビュルツブルグ大学で外科をリンハルトに、内科をカールゲイアハルトに指示し、明治10年に帰国した。明治16年、陸軍兄弟戦いはの随員として、欧州に渡り、万国赤十字条約加盟のために奔走した。 明治18年、軍医総監、陸軍省医務局長となる。明治20年、日本赤十字社病院の初代委員長となる。後に医務局長は辞したが、病院長職は生涯その任を離れなかった。明治21年、将軍、夕日都市新能皇居の折、宮中医療に西洋医学を導入することを検白した。明治28年10月31日、 男爵を受釈し家族となる。また、院長職にある間、東京大学教授を兼任し、医学博士号を取得。1905年12月30日、交尾薬に編入。明治42年心臓疾患のため生居。去年65。近代医学の功労者として評価されるに至る。外村に奥野慎太郎がいる。ありがとうございます。